はい、週刊ウニュということでよろしくお願いします。岩井まさか、YouTube の岩井まさかです。そして、お相手は、はい、三好淳一でございまあ、よろす。しくおよろしく願いしまお願いします。す。また、動画のネタを三好さんが考えてきてくれたということで、はいはい。じゃあ、早速説明をお願いします。よいしょ。お許ししました。もう、六角形ですね。六角形ね。六角形でしたよね。そして六角形が肘型の変形動し画ようをといしろいてる。ろ、ひし形の動画やってましたが、ひし形は変形しようとすると一自由度なんですよね。そうだね。ひし形って辺のそうだ長ね。さが一緒一で、一角度一1だ個決ね。めると、もう見ようってなる。ああ、そうですよね。で、六角形は一一一一で、全部一であろうとしても、実は正ぐ六にゃ、角形じゃない六角形がいっぱいあるからそうね。そう、ぐにゃぐにゃになっちゃうんで、だぐにゃぐにゃになりすぎないようにするにはっていうのが、これで、一つおきに、こっちで見た方がいいか。120プラスシータ、120マイナスシータ、プラスシータ、マイナスシータ、プラスシータ、マイナスシータということで、一つおきにプラスマイナスを切り替えたようなやつですね。これ変形すると、この3回対称を保ったまま変形するんです。なるほど。隣も一緒で、こっちはシータじゃなくてファイで、120プラスファイ、120マイナスファイ。そうすると、ここにもう一枚六角形があるんで、ここはどうなってればいいかというと、120マイナスシータマイナスファイ。そうすると、ここ全部ぐるっと足すと360度になると。いうことですね。で、その他の、青い六角形は青い六角形、黄色い六角形というふうに、同じように角度を割り当ててやると、全部辻褄があって、変形できると。六角形を重点したパターンが変形できるということになります。で、これ、例えば、変形してみたのがこれで、こん面な、白いですね。こんなような。失礼。これ、青いのが正三角形に見えますが、伸びまっすぐきり。に、そう、まっすぐになっちゃった六角形だよと。で、三角形のもへこんだ六角まあ、形厳で、しい。まあ厳しいね。まあ、で、ビッグだね、これ。白は白で、隙間だけど、このちゃんとなんかなる等辺の六角形ですよと。こういうことほど。なるほど。で、面白い、面どう白い。変形しても、こうついつまがあると。人に2パラメーターってことね、とりあえそうでず。す、そうです。で、どの範囲でいけるのかなってちょっと考えて、間違ってたら申し訳ないですが、シータとファイが、この範囲でいいでしょうと。まず、120プラスシータマイナスシータってあるんで、これ、行き切る限界が、シータプラス120からマイナス120までなのかな？かなんかになるんですよね。で、ファイもマイナス120から120全部で、潰れるのと、全部潰れるのと、全部潰れてる場合のお相手側ってことかな。いや、逆にも行くのか。逆にもいい。でこぼこのぼこにもなる。240まで行くと限界なので、確そうか。ですか。そう。真ん中辺に限界が来る。で、ここ斜めになるのは何かっていうと、シータ足すファイを引いたり足したりするやつのところも同じ制約がかかるんでっていうので、なんかこう削れちゃうんですけど、こんだけ自由度があるので、どう動かすかっていうのは、ちょっとこれからアクション監督に 乱数で打って、そこまで向かえああ、ばいいんじゃないかな。なるほど。あるいは、乱数で打ってそこまで向かえばいいんですけど、端っこまで行きたいなら、なんだ、ブロック崩しゲームみたいにシャカシャカ反射させる？ぶち当たってから、
どっかの方向へまたぶち当たるまで行けばいい感じもただしまのすビね。リヤードだとなんか周期的になるかもね。なので、当たった時に角度を変えて発射すれば、まずまずじゃないかな。まあ、端っこまで行きたいなら、端っこを行くタイミングを取れば、とりあえずね。まあ、なんなら端っこから端っこだけやればいいのかもしれないですね。でも真ん中ぐらい欲しいですか。じゃ、この、これ六角形、これも。六角形の端と端真ん中ぐらいをポイント全部で12個取って、そこの間をランダムで移動すれば、まずまずじゃないですか。なるほどね。ええ。端真ん中。端、角と中点辺の中点に全部で12個取れるん多で、分だからこういうとこですよね。そうですね。それとあと端ね。端を取って、あとそこを全部適当に結べば、なんかだんだん雑になってきた。端っこまで行ったら、また適当なところに向かっていけば、大体じゃないですかね。大体なところは通るんじゃないですか。ずれた。これ画面おお、どうだ、それは。ズームの機能だからず れちなゃっるほどてね。ね。で、まあ、真ん中の辺でうろしたいのは、とりあえず、まあ、今回は忘れといてぐらいでも、まあ、いいんじゃないですかね、きっとね。だ通りはから、あしますよ、れみんでしな、どょう。こも。そう。止まらないけどってことですね。だからまあ、そして、この辺のどれところがあも、ればなんだ真んろう、中通るんですね。美術館、問題的にはみんな見えてるので はい。そうここでだっすね。たりそとんか、な、なんかこそうそうそうですね。そうういうようなことをすそうるですとかね。いうことはい。ですね。で、端っこ行けば、まあ、端っこの形はわかる。まあ、規則的にしてもいいですけどね、これ12点あって、なんだっけ、5個先とかやって。5個先なら、全部多分、ずっと回ると。なんそかれでもいいです糸けかどけ遊ね。びみたいな感じ。真ん中に行かないけどそうね。か、真ん中ね。真ん中行きつつっていうのは難しいな、確かに。ので、乱数でもいいしってことね。だと思います。今のところね。まだちっとも何も見てないので。わかんないですけど、想像するとそういそううことですね。ね。なんかね、シータとファイが同関じ係が欲しい。で変化するっていうと、だからそれはだからここの斜め線ぐらいになるのかな。そうですか。なるほどね。これも見たいですか。そうじゃ、そのシータとファイの表をもらえばその通り入れますけまあそうですよね。ど。点でもらあのまあ直線で行くとして、端の点だけもらえばその通り作ります。じゃあそうしときますか。ちょっと宿題が残るのがあれですけど。めんどくさいなら乱数とかで適当にやっときます。バランスで一旦見てみて考えようかじゃあそうしましょうか。な。大丈夫ですよ。はい。じゃあもう一回元のはい。六そうで角す形をね。見せてもらって。はい。こんななようるなほこどとになっね。てます。はい。ほうほうほう。これは何？全象限に埋まるの？そうですね。本当に？3回、3個六角形の繰り返しになるか。あれ、選択はできない。絵はどうしときます？絵というと。全部敷き詰めるのか。これ全は敷き全詰め部ていいででいいすかか？な。どうですか？こっち側っぽい絵が全部敷き詰まってる感じのね。じそっゃあそうか。して。で、あれだ。中心が、あれ、なんか全然選択できなくなっちゃった。中心がどこがいいか？中こ心こはといい。こことここ、だから中心の格子が変化しない状態でいいのかな？多分。本当に。多分ね。
あ、全然動かない。全然動かないのではないかな。わからない。ちょっと、はい、ああ、そうですあ、か。動くかもしれないから、動くかもちょっしれと。ない。じゃあ、中心はどこにしときますか？そこの1個の六角形の中でいいのかな？あ、そうですね。それは。か、六角形の六角形が出会ったところにもできはするけど。出会ったところって六この、角形の中心でいいですか？六角形の中そ心しでいいと思いて、ますね。並べちゃうと、どれがどれだかわかんないし。ああ。あ、変形しなきゃ何しろ大丈夫か。大丈夫だし。変わんないし。変形すると、だからそこの中心を真ん中に伸縮することになります。まあ、じゃあ、まあ、適当に中心は、岩井が書きやすいのになるかもしれない。そういうことでいいです。はい、じゃあ、それ手をやってみましょう。共有一ああ、旦なんか停面止白いしですね、これて。ね。そうね、こんなのないね。意外とないね。意外と。なんかね、その六角形一つキープしながら変形させるやつはね、なんか見たことあるんですけど、なんか二ああ。つ動かせるなと思って。なるほど。いや、もっと動かせるってことだよね。今回は、なんつうの、3回対象をキープしたけどね。そんなのキープしなければね。あ、そうか。あ、自分、そういえば思い出した。中学校の頃のテストで問題が出たんですけど、なんか、一辺がみんな1である。六角形があって出てきたんですけど、俺、正六角形じゃないんだよね。だけど、問題文を全部読むとね、どうも正六角形を期待してるような書き口なんで、先生に、これ先生、正六角形だっちゅうことで解いていいですかつったら先生がうじうじ言ってて、しょうがないんで、もうしょうがないな。正六角形だということで解いてしまったけどね。それで合ってたみたいですけどね。だから先生のね、問題の作文がちょっとね、わ足りかてなかった。る。あ、そうそう、ひし形であれだけ、ひし形タイリングの変形であれだけ遊んだんで、六角ああ。形のこれの、その3回対称を緩めれば、さらにいろそうんでなすよ遊び方がね。できふるにとゃふ思にゃね。う。ふにゃふにゃできる。今、シータとファイ決めると、もう全証言、この、ね、繰り返し、ただのこれを繰り返しええ、になっどうちゃうしかなりら、ま部す分よ的にね。変形させるってことはできないんだけど、部分的にもいくらでも多分できるのかな。ただかのな等りゆ辺る六ゆる角だよ形っていうね。ことで言うと、いろんな変形ができる。そうですよね。ただ乱数で打ってってもなんか、ふにゃふにゃかけてっちゃうかな。かな？ちょっとわかんないね。まあ、重はい。点をキープしつつっていうところが、重点？繰り返しをキープしなくても、繰り返しはキープしなくていいけど、どんどんぷにぷに動かすのができるかもしれないね。もうゆるゆるだね、きっとね。まあ、ゆるゆるはゆるここが変化したときに、どの辺まで影響がどう及んでるのかがちょっといよや、くわわかかんんないなけいど。ね。わかんないね。隣は何しろ関係あるけどね。どこまでで収めることができるかとかだね。はい。まあ。まあ、そんなこというとこで。とで、では、今日に対し今日の週は刊ウニはおしまいということで、じゃあまた、チャンネル登録や高評価や、なんならコメントをよろしくお願いしますということで。コメントをしてもらうと、今コメントをもらうと、シリーズを通して初コメントじゃないかみたいな。それではまたよろしくお願いしまよろしす。くお願いします。